エスクードの部品入りました。はい、間違いなく同じ部品ですね。こういう時ナットキャッチのソケットがいいですよね。まあ、これは、整備工具のストレートのやつですね。こう落とさないようこういうソケットいいです。はい、取り付けできました。はい、OK ですね。クリッパー、バッテリー上がりました。なんで上がったんでしょうか。とりあえず満充電になってる、良品のバッテリーに変えます。はい、交換しました。車外キーレスなどつけて、あの中華の集中ロックユニットなんか原因だったらちょっとあれなんで、安電流を測ってみます。34ミリアンペア。まあこんくらいなら問題なさそうな気はしますね。ちなみに今、あの車外キーレスの電源線抜いてみたんですが、37ミリアンペア。特に数値にあんま変化ないんで、キーレスのせいって感じではなさそうですね。そんな用品つけてない状態でもこんくらいは消費するみたいなんで、単にバッテリーが劣化してただけなのかな。あんまり乗ってなかったしな。今キーレスの電源線は繋いである状態ですが、18ミリアンペア。これは全く問題ない数値ですね。しばらく様子見ます。このバッテリーが、まあ、古くなって弱ってたって可能性はまあ十分ありますね。様子見ですね。はい、お疲れ様でした。ドアロック後30分ぐらいは経ったでしょうか。18ミリアンペアぐらいなんで、やっぱり特に問題なさそうですね。